はい、皆さんどうもこんにちは、ミントスです。というわけで今回はクラブチャンピオンの第2回、まあというよりラウンド20回やるよって話だったんでね、ラウンド20回やっていこうと思います。というわけで、まあ、前回と同じくショットガンにライトニングがついていて、なんかよくわからないショットガンを持ってます。さあ、これどこまであるんだろうね。なんかショットガンとクリティカルがあまりにも相性が良すぎて、もうすでにめちゃくちゃ強いんだけど、待って、まずこの OK ね、はい、オーライ。お、待って、お金集めていこう。これさ、何がいいかってさ、何これ、これシルフでする？しないか、さすがに。オーライ、リコール、パワーアーマー、パワーアーマー、ウィンドアップ、ショットディールダメージ、リローディング、おう、リロードワーク、なんだろう。あ、よくわかんない、パワーアーマーにしとこう。エレメンタルか、ラック、ラックアップグレード、いや、これでしょうね。エレメンタル評価しよう。あっつー、あ、そういう系？爆発する系だ。しかも相手には入らないんだ。ずるくない？って、それはずるじゃない？ずるずるずるもんだよ、これは。OK？ はい。おい。オッケー、ランド22クリア。お、今回2個出たな、ハッキー。迷うな、どうしようかな。ポイズンショット、ランダムショット、デバフ、あ、どうもあれか。あ、待って、1個なんか間違いついてた。なんかね、ライトニングショットかデバフみたいな。いや、デバフ強くないか。待って、いや、デバフ強くないか、ランダムつくの。オッケー、はい、はいはいよ。いや、雷これ強いの絶対。被爆してるもんな、雷で。オッケー、はい、もう爆弾がなんかあるだな、あんま使えないね。オッケー、はい、ラウンド2だね。ほい。クリティカル出るかな？魔法か。パワーで、クリティカルシンキング。あー、レスダメージ。はい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 。クリティカルチェーン、あ、ダメなんだ。なるほどね。あ、まあ、それはこれでいいか。ランダムチェスト、お金か。あつ、なんだ、どこだ、なんかよくわかんないが、まだで。OK です。敵出てくるのなんかめっちゃ遅かったね、今。なんかあんのかな、はい。危ない、割とあれなんだな。おお、ナイス、オッケー。今回何、ベネオクスバンドル、ほう、2100、2100、いや、ショップ行くわこれで。いや、これはすごいんじゃない。さあ、レプ、シールド、はい、クリアリンク、はい、で、アーマー、いいね、ハートもアップ、グレードアップ、包帯状、
あ、ヘルスアップね、これ。はい、これも。はい、またヘルスアップ。グリーン強化。クリティカルチェーンか。いや、クリティカルチェーン、身がクリティカルか。いや、もうこれじゃ買えないな。オッケー。いや、DPS 高っ。9000って書いちゃった。いや、ちょうどなんかね、動画投稿したらしいね。クリティカル。DPS5500 って書いてて、アメージングって書いてあって、そんな出るんだと思ったけど、よく見たら自分いつもこうやったわ。よし、ずいぶん強くなったな。あぶね、あー、オッケーオッケー。はい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 、こうね、はい、なんとね、なんとしっかりとこいつ倒すと。オッケー、だいぶなんか慣れていったな。ちょっとダメージが多分低いな、やっぱりまだ全然。ペイチェックスペシャル、スペシャルムーブ、何スペシャルムーブってなんだ。あ、フィニッシングムーブか。キャントピックノーマルウェポンのインベ、あ、インベントが足りないんだ。なるほどね、すぐ回るんだね。ダメージテストでかいじゃない。あ、オッケー。なんかすごいな。待って待って、雷がなんかチェインした時のダメージの量半端ないな。あ、なるほどね、これ雷あるな、強化してるからだんだんチェインしまくっててダメージがなんか跳ねまくってんだ、相手に対して。そんな感じ。27 OK、 やるわい。おい、スパイラルショット、はい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 。爆弾ちょっと強くしたいよね、普通に。何これ、スパイクのチェスト、何これ、スパイクチェスト、わかんないな。おっと、危ない、オッケー。はい、いや、これがなんか一番強いな、衝撃波出るタイプのやつ。衝撃波タイプはね、間違いが強いね。明らかに強いもんな、なんか相手をなんかノックバック効果って何、パンプキーのお化けおんねんけど、何何何、これはちょっとあれか。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ。なんだあいつ。ね、なんだあいつ、もうスノーの感性がなんだあいつだったの今。あ、おない、いいね。あ、やっぱり爆弾めっちゃ強くなってんね、だんだん。え、ちょっと待って、え、ちょ、殴りめっちゃ強くないか。おい、あー、強い強い強い、あ、なるほどね、殴り強いんだ。どういうか、なんか待って、思った以上になんか射程があるから、なんか見た目通りじゃない感じがなんかすごい気になる、逆に。めちゃくちゃ相手も吹っ飛んでいくしね。 OK、はい、スパイクテスト。いや、なるほどね。ダメージはクラックにも出るやつか。それがスパイクテストか。なるほど。待って、全部キャントピックなんだけど。ちょっと終わってない？終わってない？ちょっと終わってる、終わってる、これ。そういうのもあるんだ。オーマイ。回復できなかったんですけど。まずはシルバーマン、バーマン、グレード、シルバーハート。はい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 。もうできるやつ全部取っていこう。はい、ピストと、はい。もうだんだんだいぶ強化よ、はい。あ、まあまあでもいらないか、さすがに。ダメージ強化チェック、シルバーハート、はいはい、オッケーオッケー。はい、爆弾の。はい、ダメージアップ、はい。あ、いいね、ダブル爆破じゃん、これ。1万5000超えてんじゃん。オッケー。オッケー、ボス。
ちょっとなんか強そうじゃないですか今回は。なになに、ああなるほどね、そういうな、あれだ、追跡機が撃ってくるんだ。でも俺のダメージがもうすごいことになっちゃってるから、さほどなんか気にならないレベル。あ、なるほどね、雑魚がいっぱい出てんだ。でも関係ないね本当に関係ないねっていう感じで、大きいがいっぱいある。オッキー、はい。え、なんだって何これ。待って、ここに入ってるのちょっとずるじゃないこれは。オッケーオッケー、はいはい、キーもね。これで何があれなんだろう、アロックされてんだ。え、待って。めちゃくちゃあるじゃん。キャントピック多すぎ。クリスタルバレッジ。なんだそれ。とんでもないことになっちゃってんじゃん。あ、勝ったんだ俺。ループか。で、一回帰るか。オーケー、クリア。クラブアイランド、何これ。王冠、王の冠。え、何これ、王冠。あーね、こうやってクリアできるんだ。アンロックできました。あ、こういう系だったんですね。あ、めっちゃ解除されてる。え、これ何。でもアンロックされてる。え、何、1回クリアして1個ってこと。え、少なくない待って、え、少なくない。あ、しかも左と右両方で言ってあげるのダメなんだ。え、ちょっと操作めんどくさいね。待って。え、めっちゃ気持ち悪くなった。これね。え、待って、え、あ、出るか、びっくりした。なんかキーをなんかね拾ってたんだよね。あ、これね、これ難易度だこれ。いや、このキー何、なんか、え、めっちゃキー拾ったけどね。あ、これかな。あ、キーとって、あ、これだ。オートショットガン。え、あ、なるほどね。え、一個だけ。え、一個だけ。あ、そういう感じ。ああね、自分の好きな武器で、まあ、プレイできますよみたいな。あ、そんな感じですか。え、これ何これ。ムーブメントトレーニング、プレスジャンプアゲンザエアトゥダッシュ。あ、なるほどね。はい、スライダージャンプ。ああ、そういうことね。はいはい、エーペックスいうところのスライディングジャンプですね、これ。メレークリスタル、はいはいはい。あ、一応今さらなんだけどトレーニングあったらしいわ。はいでね、はい。ノー、まあこんな感じでですね、まあ、あとはまあ武器いろいろ使いたかったらまあ使えますよみたいな感じみたいですね。はい、ウィッチトロビーね。はいはいはい。だから武器ね、まだまだいっぱいあるんだけど、全部入れたかったらまだまだいっぱいしないといけないみたいなんでね、まあまた機会があったらね、ちょっとやってみようと思います。というわけで今回はクラブチャンピオンでした。いや、なんかね、武器の回数の結構大変かもねっていう感じだったんでね。はい、なんか興味があったらやってみてください。協力プレイ可能って書いてあったんで、多分そのうち多分誰かと一緒に、
やれるゲームになると思うんですけど、今のところソロ以外のどこでやるんだろうっていうのがね、ちょっと私わからないので、ここはちょっと謎ですね。はい、まあまあ協力プレイ可能って書いてあったから、まあ、どっかでできるのか、もしくは、まあ、今後その予定なのか、そこはまたお楽しみということで、皆さんも興味があったらやってみてください。それではまたよかったら見てね。ミントスでした。またね、バイバイ、 See you。